箱根ゲーム息子です。本日はですね、第2弾ふたば小太郎に100個質問してみたということで、長々とはなるのですが、見てくださったらこちらの動画を見てくださったら嬉しいです。隅々まであるから琴の、なんて100個あるから琴の隅々まで知れますね。いや甘いわ、そう思ってるなら100個で足りると思ってるのが甘いですね。じゃあいきましょう。はい、せーの、いざに。じゃあ100個質問していきますね。はい。小学校のあだ名は？コタ。家族構成？妹、母、父、ばあちゃん、おじいちゃん。好きな食べ物は？牛タン。逆に嫌いな食べ物は？かぼちゃ。チャームポイントは？目。自分を色に例えるとしたら？ピンク。本当に好きな色は？紫。好きなことわざは？チリも積もれば山となる。自分を動物に例えると？羊。お父さんに、お母さんに。お母さん。どんなところが似てる？顔。お風呂で最初に洗うところは？頭。好きな音楽のジャンルは？ J-POP。 何かペット飼ってる？飼ってる。あの具体的なものを教えていただいてよろしいですか？犬を。あ、犬をね。犬を1犬ね、はい。好きな季節は？冬。好きなお菓子は？カムカムレモン。芸能人なら誰に似てるって言われる？千葉雄大さんと知念優里さん。どこに住んでる？好きなお寿司のネタは？アボカドサーモン、アボカドエビ。マイブームは何？プラツン。好きな数字は？7。オタクですか？はい。なんの？黒沢ルビー。苦手なスポーツは？野球。得意なスポーツは？テニス。怖い映画や話は平気？あんま好きじゃないです。お化けは信じる？信じません。宇宙人は？信じません。カラオケのお箱は？超えてアバンチュール。好きな男性アイドルは？平成ジャンプ。アイドルじゃなかったら何になってた？大工さん。何フェチ？耳タブ。トイレットペーパーはシングル派、ダブル派？ダブル。ご飯とパンと麺どれが好き？ご飯。ご飯の中で何が？漫画好き？好き。何の？ハンターハンター。アニメは？好き。一番好きなアニメは？ハンターハンター。行ってみたい国は？ない。その理由は？外国怖いから。好きな焼肉の部位は？牛タン。部活何入ってた？テニス部。やめられない癖は？これがないと寝れないとかある？掛け布団。朝の準備時間は？1時間。好きなご飯のお供は？鮭。グループでの立ち位置は？何さっちゃん。おばあちゃんじゃない？おばあちゃん。担当カラー変えれるなら何色？うわぁ迷うなこれ。うわぁ青。友達何人くらいいる？数えております。一緒に。翔吾くん。誰やねん。ひびくん。足川さん。マッツーも。マッツーも。アメダさん。アメダさん。6人くらいですかね。深く狭く、それとも広く浅く？深く狭く。よく遊びに行く場所は？カラオケ。彼女と行くなら？家でいいや。好きな芸人さんは？ジャルジャル。早口言葉得意？クシャです。庭には庭鶏がいた。庭には庭鶏がいた。寝れないとき何してる？ティックトック読んでる。ティックトック読んでる。女の子はショート派、ロング派？顔が良ければいい。髪の毛の人もしてんだけど。ちなみに好きな髪色は？金じゃないハイトーン。してほしいヘアアレンジは？ロングで上で結ぶみたいな。じゃあロング派やん。うん。キュンとする一言、女の子になりきって。一緒に寝よう。最近笑ったことは？ジャルジャルさんのネタを見てもらいました。最近びっくりしたことは？市川くんのアラームが鳴り止まないこと。最近嬉しかったことは？体重測ったら1キロ減ってた。僕の真似してみて。インスタライブが終わりそうな時の市川くん。はい、本日も縁の竹縄タツプリンスホテルということで。ありがとうございます。似てないで。1ヶ月毎日食べるとしたら？ケンタッキー。好きな模様は何？虫。得意料理は？鮭、焼く。女の子に作ってもらいたい手料理は？チーズのクラッカーでパイナップルみたいなやつ。何好きなキャラクターは？ルビーちゃん。口癖は？ハンバルビー。最近よく使ってる語尾は？ルビー。使っていいよ。星座は何？ズラメ座。自分の絵と言える？馬。好きなことわざは？人事を尽くして天命を待つ。右利き左利き？右。寝起きはいい方？つ。寝る時のポーズは？子宮の中のポーズ。最後の晩餐何食べたい？ケンタッキー。僕のいいところを3つって？顔がかっこいい、背が高い、面白い。ありがとうございました。 LINE の着せ替えは？あ、何もなかった。 BGM 設定してる？プルーフ。何の曲？プルーフ。携帯のロック画面は？ニコちゃん。6人で旅行に行くならどこ？大阪。キュービックの何の曲が一番好き？ 99%。 ワンフレーズ歌って。ワン、ツー、スリー。ライブ前に必ずすることは？背中を叩いてもらう。一番印象に残ってる YouTube の企画は？うがぴがうっきりされるやつ。幸せを感じる瞬間は？ケンタッキーを食べてるとき。正直自分は S だと思う、 M だと思う。時と場合による。世間から見たら M なんじゃない？ M っぽくキュンとさせる一言。遊んで。理想の出会い方は？家が隣だった。理想の結婚年齢は？22とか。理想のパートナーの身長は？170ぐらい。箱物としての夢は？チャンネル登録者100万人。キュービックとしての夢は？キュービックのファンクラブ10万人。魔法が一つ使えるなら？地球を征服する。今の感情を一言でどうぞ。プラツーンやりたい。最後に視聴者に向けてメッセージ。動画を10秒で落としてください。今日も見てくれてありがとうございます。これからもキュービックのことよろしくお願いします。
はい、終わりました。続いての挑戦者は湊ということで、次は湊の100問質問です。皆さん、明日もお楽しみに。バイバーイ。